えー、それでは、ただいまから総務消防委員会を開会いたします。本日は総合企画局関係で、議事者紹介および7月2日までにお申し出のあった一般質問を、次に行財政局関係で7月2日までにお申し出のあった一般質問を、次に消防局関係で7月2日までにお申し出のあった一般質問を、最後に主管局のない陳情2件の審査をそれぞれ行うことといたします。 なお本日も新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためこれまでの委員会において実施した対策と同様の対策を講じた上で委員会を開会いたします委員および理事者におかれましては適かつ簡潔な質疑答弁を行っていただくなど円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたしますしたがいまして本日行う一般質問は 4月2日17時までの事前通告制としております次に前回の委員会で行財政局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました以上ご了承願いますそれでは総合企画局の新任理事者の紹介を行います理事者紹介お願いいたします下妻総合企画局長 7月1日付で人事異動がございましたので理事者をご紹介させていただきます大学政策部長の三木正文でございます以上をもちまして総合企画局の理事者紹介を終わらせていただきますどうぞよろしくお願い申し上げますご苦労さんです以上で理事者紹介を終わります それでは次の一般質問に関連のない理事ーはこれで退席願います。お疲れ様でした。準備が整いますまでしばらくお待ち願います。それでは一般質問を行います。昨日までに寺田委員から厚生取引委員会による行政システム契約調査について、青の委員から 京都駅東南部エリア活性化方針について、桜井委員から左京区北部山間地域の携帯電話設備の整備について、湯浅委員から京都市政策評価委員会からの意見提出について、田中副委員長から京都市のペーパーレス化の取り組みについて、それぞれ一般質問のお申し出がありました。そこで、お申し出いただいた項目を踏まえ、 先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。この一般質問の質疑時間は答弁を含め1人当たり10分以内といたしますので10分以内に質疑を終了していただきますようご協力をお願いいたします。また関連質問も同様の取り扱いといたします。なお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願います。 それでは一般質問を行いますまず、公正取引委員会による行政システム契約調査について、寺田委員、どうぞ。田委員はいおはようございます。 えあの先般のニュースでですね、えー、この行政のデジタル化が進められる中で、まあ、特定の IT 企業がまあ契約を続けて他社の参入が難しくなっている、まあ、いわゆるベンダーロックインというえ状況がですね、まあ、独占禁止法上の問題につながっていないかどうか公正、まあ、取引委員会が 各行政機関に調査を始めているというふうな形でありました、で過去に、ですねちょうどこれ、平成24年なんですけども、総務省の方が自治体クラウドの導入に関する調査研究報告書というのをまとめておられます。 で、えー、余談ですけども、この時に非常にその京都府のですね取り組みがあ、まあ、良い事例として挙げられてて、まあ、これには京都市が入ってなかったということで、まあ、京都市は独自になん、まあ、とか頑張ってやっていこうということで、大型汎用コンピューター、オープン化を進めたわけですけども、まあ、これはもう大失敗したということは、もうこれも周知の通りでございます。でこの時にですね えー、この平成24年の総務省の、えー、報告書の中に、この第2章として、ベンダーロックインをめぐる動きというのがありまして、まあえー、この時もですねいわゆるそういう地方自治体の情報システムに関して、このベンダーロックインという問題が、えー、課題としてね挙げられて、久しいが、まあ、現代も、 現在もまあこういったことに悩む団体が多いとされるという形でもうあのこの平成24年の時もですね別にこの時に起きた問題じゃなくてそもそもまあずっと起きてきてるとでまあ確かに過去にはですね1円入札ですか,なんかそういうことも話題になったりとかですね要するにまあ特定のところが最初に手掛けるとですねもうずっとそこにお金を支払うことになるというふうな形で何度かそれが え競争性が働いたりとかでさまざまな方が手掛けられるようにしなければいけないというのはまあずっと長年の課題だったというふうに思うんですでまあそうこうしている中で先ほど触れましたように京都市もまあえこの大型汎用コンピューターのオープン化を行った。 これも大型汎用コンピューターのオープン化の中にもこの京都市の中でベンダーロックインの排除という形でやはりその使用する技術であったりそうしたものをですねえーオープン化することによって競争性を働かせてこのベンダーロックインの状況をやはりなくしていきたいと。 いうことしで、えー、書かれているわけなんですけれども、まあ、今、えー、国の方からですねこういう調査がなされているということで、まず今、現在、どういう状況かをお聞きしたいと思います福井、えー、情報科先あの先ほど委員おっしゃいましたように、あの現在、国の機関と全国の地方公共団体を対象にしまして、 情報システムの調達に関しまして、公正取引委員会の方からあの契約の相手方、またの契約金額、その発注方法、それからあの更新時期等につきまして、まあ、あの主に客観的な アンデータを中心に、その実態を調査するというアンケート調査が来ているところでございます。あの現在、京都市の方で、これ、また、に名の期間等もありまして、非常にちょっと集計に時間がかかりますので、厚生取引委員会の方には、少し回答が遅くなるという旨を了解をしておるいただいているところでございます。現在、集計中ということでございます。平田委員 あの,まあこのベンダーロックインに関しては、これ、今、私が紹介しましたように、きょうあすの,の問題じゃなくて、ずっと前からまあ課題であったというふうには言われてるんですけど、公正取引委員会がこういう形で調査されるというのは初めてということでよろしいんでしょうか。福井市長 過去、先ほど委員おっしゃいましたように、例えば一円入札というお話ございました、一円入札というのは、すでにもうたぶん20年近く、十年以上、もっと以前から問題あった事案でございまして、その当時に公正取引委員会がこういう調査してたかどうかというのは、ちょっと私、存じ上げておりませんが、最近、ここ10年程度の間であれば、こういう紹介というのはなかったというふうに考えております。 まあであれば、まあ、色々と課題意識みたいなのは、まあ色々と各自治体とかあったり、まあ、国の方も、まあ、総務省もこういう形で出されているということはあったけれども、まあ、その公正取引委員会が、まあ本気でというか、そうした大規模な調査をされるというのは、まあ、こう近年と言いますか、そのうう中では、まあ初めてであるということやと思います。まあ、あの、私自身はね、あの、もちろん調査をされるから、あの、即どうのこうのではないと思うんですけれども、やはり調査をされるということは、やはり一定ですね。 あのいろんなこう思いがあろうかと思いますし、まあ、そのあたりですね、あの京都市も、まあ、京都市単独ではなくてね、やはり他の自治体がどういうふうにされてるのかとか、そういったことも含めてね、まあ、しっかりとお、まあ、情報共有したりとかですね、あの回答もですね後から京都市がすべて情報開示しなかったみたいなことになってしまいますとね、やはり良くないんで、そのあたりも含めてね、しっかり対応していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。福井市長 あの今まさにあのおっしゃったとおりでございまして、私どもとしましても、例えば隠してるんじゃないかとか、何かの嘘をついてるんじゃないかとか、こういうことをあのまあ疑いを持たれるということは絶対あってはならんことだと思っております。あの正確かつ慎重に あのデータ等につきましてもあの積み上げまして、回答するべく今、これは行政,政局の契約家ともあの連携しながらあの調整しておるところでございます、あのきちっとあのしっかりと回答を準備して、私どもとして胸張ってあの回答できるようにしたいと思っております田委員まあ今、答弁あったように、胸張って回答するためには、少しまああのいわゆる回答期限を延ばしてほしいということなんですけれども、いつまでの当初回答期限を どれくらい伸ばしてほしいという話になっているんでしょうか。福井市長えと当初の期限があの6月23日という期限でして、まあ、その2週間ほど前にあの、私どものところに紹介が来ております、えー、ちょっとその2週間で回答することがあの非常に難しゅございましたので、えー、7月できれば、まあ、あの下旬、末ぐらいまで、えー、待ってもらえないかということで、えーあの、了解をしていただいているところでございます。平田委員 まあ、それはね、あの公正取引委員会もそれであ了解いただけたということであればね、やはり京都市としてもしっかりと調査して、あの報告するという意思表示だと思いますし、そのあたりですね、しっかりと報告していただきたいと思います、でまた、その公正取引委員会に対して、その、まあ、なんて言いますか、こういう形で回答しましたということは、我々に開示していただくことは可能なんでしょうか。福井市長 あの今回の,あの調査というものが、ああどういう位置づけでされているのかというのは、公正取引委員会の方のご判断でございますので、ちょっと私どもの回答内容をあの公表していいのかどうか、これについてはあの確認をしておりません、もし、例えばあの必要だというふうにあのお問い合わせがあったときに回答することができるのかどうかにつきましては、公正取引委員会の方に確認をさせていただきたいと思います。 まあもちろんね調査内容っていろんな多岐にわたると思いますしあのそういったことについてはねあのもちろん皆さん方がそういうふうにお考えというのは一定理解できるんですけども、まあ、そこは一応、公正取引機関のように確認していただいて、まあ、あのそれについては例えば議会の方から、ね、あの開示の求めがあったらそれに応じても買わらないということであればそういったことも まあ、しっかりしていただく必要もあると思いますしやはりこういったことは長年の課題でありますから、まあ、あの京都市もですねこうそこをチャレンジ果敢にチャレンジしても、まあ、うまくいかなかったわけですけども国もですねようやく、まあ、デジタル化といいますかそうした形で共通のですね形でやっていこうとする中で、えー、同じような えー、この課題を引きずるというのはやっぱりよくないと思いますし、まあ、そういったところですね、まあ、しっかりとお、まあ、あのこの調査に応じるだけではなくて、これからの京都市の方向性もしっかりとその点、やっていただきたいと思います、以上です。ご苦労さんんでした、えー、次次このの権利関連して他にございませんか、えー、なければ、えー次の 京都駅東南部エリア活性化方針について青野委員どうぞ青野委員おはようございますよろしくお願いいたしますで私の方からあの先般ですねまあ、えー、京都駅東南部エリアにおける私有地の 活用にかかる基本協定の締結についてということでお知らせをいただきました。で、あの、これはですね、この東南部エリアにですね、チームラボというね、こういう施設が来るということがメインであります。このチームラボを代表とする事業組合が ここの契約を事業者に選定されたたとこういった内容であります私はこの知らせを聞いてまた新聞等でもですね報道もされておりましたけれどもチームラボってすごいこの団体というか組織というかねであの私28年度に個人的な政策研究でこの京都をですね現代アートの発信拠点にすべきだというそういう趣旨の まあ提言をさせていただいたただことがあるんですけれどもその時にその当時ですねいろいろ調べている中でこのチームラボというのはねまさにあのアートとテクノロジーの融合でこれがまた世界でですね評価されているということでああすごいのはねこの日本から今世界に向かって頑張っているなとまあそういうイメージがありますそのチームラボがこの,この地にですねまあ来るということでこれも大変な。 まああのプロジェクトのね皆さんはじめ、関係者の皆さんは、この誘致にあたって、大変な苦労をされたんだろうなとまああの推察するんですけれども、改めて、今回、このチームラボを代表として、この事業組合と契約をする方向で動いているわけでありますけれども、まずはどのような事業内容を想定されているのか、お答えください。 橋本プロジェクト推推進進室事業推進担当部長ありがとうございます先生から平成30年にご提言のほうただいたらと思います。京都におけるアート市場と経済の活性化ということで具体的にご示しいただいたと思います。今回の南エリア活性化方針につきましては日本の文化芸術を引率し世界の人々を魅了する創造環境の整備というのを挙げさせていただきます。その中で 本あのご応募をいただきました。利用中の私有地につきましては、新たな価値を生み出し、創造・発信拠点を誘致するために、今回、私有地の公募をさせていただき、先ほどいただいたチームラボの有限事業組合において、この二十二日、六月二十二日に、事業者と私ども京都市の方で基本契約に向け、基本協定を締結させていただいたところであります。 このチームの具体的な内容につきましては、チームラボが制作しております作品を除雪展示するデジタルアートミュージアム、それから世界のメガギャラリーといわれるところが主催する世界的な芸術家による体験型作品,提示の作品展示施設としてのもの、それから市民ギャラリーのところになるアートの複合施設を予定させていただいております。ここれを作ることで 国内からたくさんの方々を呼び込むことが可能と考えています。青野委員。まあ、あの、今説明いただきました。もう、も、っともっとね、時間あれば、もっともっと詳しく。お聞きをしたいところでありますけれども。まあ、いずれにした、しましてもですね、まあ、施設が来ると。で、私は一般、一番懸念するのは。施設ですから、で、すごい、あの、珍しい。この取り組みでもあるので。まあ、いろんな方が、お見えになると。まあ、それはそれでいいんですけれどもね。しかし。 地域にとって、たその施設に人が来て、でまた変えてしまうというね、まあ、これでは、えーまあ、こういう形はよくないなと思うわけでありまして、まあ、そういった意味では、この地域にとって、どういうメリットが、ね、あるのか、効果をもたらすことが期待できるのか、このあたり、どのようにお考えですか橋本担当部長、はいえー。この地域のエリアの魅力向上、それから活性化、戦争になげるという。あの 今回のチームラボの提案の趣旨、それからアートと最先端の技術、分野の融合による鑑賞を見る体験を創出するという、まさにチームラボの試みというのは、今回の活性化方針に新たな価値を生み出す創造拠点に十分満たすものであったと考えています。このチームラボの作品の特徴として、自分以外の他者を同じ空間で鑑賞すること自体が、能動的に変化するということを提案します。 これはチームラブが一貫して挙げてまいりました、他社の存在を肯定するというコンセプトに基づくもので、これは地域の他社の存在を肯定するという考え方は、東南部エリアがこれまで育んでまいりました、多文化の共生のまちづくりの理念にまさに通じるものというふうに考えております。これらの、これまでの地域の活動、まちづくり、総合評価を上げながら進んでいくものと考えております。 また地域に向けて具体的な取り組みとして、先ほどの市民ギャラリーの開放、入場無料のエリアとしてのアート作品の展示、庭園等を設けることで、地域の人々が気軽に立ち入るような施設を設けることで、チームラボのノウハウを活用、まあ、さらにそれに付け加えまして、チームラボのノウハウを活用した地域の子どもたちに向けてのプログラミングのワークショップなども企画させております。これが地域の貢献を図ることが進むと考えています。本施設のの開業きっかけとして地域の人々 で生産技術に触れ、親しむ機会が生まれるとともに、例えば、えー、地元の若手のアーティスト、それから芸大の生徒の皆様の作品が世界のアートの関係者の身に触れる、まさにこれは、えー、本節の集まり人々が、えー、有機的に、えー、それぞれが有機的に交流することで、新たなアートシーン、 コンテンツの創造や、ひいては本質が京都のアーティストの世界へのアートシーンにしばたくものと考えておりますまあのコンセプトもね、本当にあの地元の住民の,その思いとか、そういうようなものをしっかりと受け止めてやっていこうと、こういうことでありますし、具体的なそういった事業もね展開されていくと、こういうことでありますので、大変期待しておりますけれども、なんといっても、それでもですね今、いろんな人がまあ来るわけですから、まずた物理的な、 いろんな課題も当然出てくるわけですので、この辺はやっぱり地域住民の皆さんへのね配慮、これもどこまでも徹底して、またあの行政としてもですねそういった点、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。で、このチームラボがこの地域に来るということで、これはあの全国から見て、また世界から見てもね、この京都駅、京都のまあ玄関です、この地域に文化ゾーンができる、そこにチームラボがおるというね、そうすると、 多くの人がやっぱり目指してくるというね、これはも大変に一つの突破口としてはね、期待できると思いますま、そういうことで、それも踏まえて、今後のエリア全体の,この展開、これはどのようにお考えですか橋本担当部長。 エリア全体の今後の展開についてでございます。令和5年度に予定しております、芸大の推進地域の移転、それから6年度の内に予定しております、本施設の会議を踏まえながら、エリアに点在する主な使用地をはじめ資源、地域資源を活用しまして、若者を中心としたさらなるにぎわい、文化芸術の力による、街づくりによる街の活性化にする施設の誘致など、 活性化方針の推進に対して、全力で努めてまいります青野委員まああの。これからさらにね、こう展開していただいて、どんどん環境も整っていきます、まあ、芸大も来ますしね、本当には街が変わっていくと思いますけれども、まああの、この活性化方針の中にも、このイメージがずっといろんな人が交流していくんだと、いろんな業種の方がね、 そこでまた交流しし活性化していくんだと、まあ、こういうことで、えー、イメージが書かれておりますけれどもいよいよ具体的になっていくときにそのこのエリアの,この効果といいますかねまた、えー、ここ,にこの地域に、まあ、求められている使命というかそういうなものを最大限に発揮するためにはさまざまな視点でやはりこの課題も見ながらあるいは戦略的に、ね、こう展開していかなあかんと思うんですね。 ギャラリーどどんんん呼んでくるギャラリーだって京都市内にはいっぱいギャラリーありますからねしかし歌詞ギャラリーがメインですからじゃあやっぱりこの京都からスタートとする若いアーティストを育てていくっていうようなまあプライマリーギャラリーと言われるねこういう存在を支援していくとかあるいはまた税制の視点でもね展開こうここ検討していくとかさまざまそういうこの地域をまさに 京都のこれからのね発展の必然にしていく、そのための,この制度設計とか、そういうものをこれからしっかりと作っていかなきゃいけないと思うんですけれども、いわゆる戦略的にね、しっかり方向をしっかり見定めてやっていくべきだと思うんですけれども、この点について、お考えをお聞かせください。橋本本担当部長、はい、戦略的に進める意味で本エリアの取り組み自身が産業技術 伝統産業など、さまざまな分野に発見をもたらすこともたらし、アートと他分野の領域を横断的に融合し、新たな価値を創造、変なエリアから世界に向けて、文化都市京都の魅力を発信できるよう、京都芸大をはじめ、町内、関連の部局、京都駅周辺のまちづくり、市内のそもそもの文化施設と,ともに、厳密に連携して進めていきたいと考えております。よろしししくお願いいまますこの件にに関連して他にございませんか なければ次に左京区北部山間地域の携帯電話設備の整備について桜井んどうぞ桜井よろしくお願いしますあの実は地域の、えー、自治団体の役員さんの方から、えー、自治 直々に私の方にご要望いただきましたので、まあ、このことを踏まえて質疑をさせていただきたいと思います左京区の北部山間地域いわゆる花瀬峠から伊北のエリアでありますけれどもここにつきましてはですねその通信インフラでいうと、えー、確か2016年ですね、えー、光ファイバーが整備をされてインターネットの環境があの整備をされたという状況でありますでそれから えとそれぞれの地域ですね、えーと、峠の手前から言うと別所があって、花瀬があって、奥に広ががある、そして九田地域があって、桃井地域があって、まあ、それぞれの地域の、えー、携帯電話の,あの設備の状況でありますから、これ、間違いなく私、結構どこの地域に行っても、あの旅行に通信ができるというふうに理解をしておりますので、<laughs> あのー、そこについてはしっかり整備がされているんだろうなというふうに考えておりますけれども、改めて、 あのそれぞれぞの地域ごとの携帯の設備の状況、これについてまずご説明ください福井情報化推進室長。先ほどの米所等につきましての、の携帯電話の通話エリアのことで案件でございます。あの現在、人がお住まいの地域につきましては、携帯電話についてはすべてあのカバーできている状況でございます。桜井 はい、あのそれで、えー、っと実はこ,ここからご要望いただいた内容に少し触れていきたい,い,きたいと思うんですが、花、え、瀬、ー、峠でありますね、この鞍馬から。えー、っと 奥3カ月に入るでここについてはまずは地域の方からは、えー、峠のトンネル化というところが、えー、請願が出されこれは平成26年に市会本会議で採択をされていますで、えー、とー私はですね去年かな去年去年お年令和元年の代表質疑において 実はあのこの花瀬峠、トンネル化はまあ最終的なあの地域の悲願でありますけれども、ここに至るさまざまなプロセスとして、この峠の道路整備について、ですね代表質疑の中で質問をいたしました。それで、ご存知かと思いますけれども、建設局においては、毎年ですね、区間を区切ってあの道路整備をしていただいて、その区間が年々、 あの延伸されていますもちろん今年度もえ予定区間ありますし来年度は来年度でえ道路整備あの区間がもう決まっていますので、まあ、非常にあの地域の,その道路の,あの状況というのが年々良くなっていっているで同時にそうするとそこにはです、ねあのー、非常に交通量が増えていきましてねで特にあの その奥、非常にさっのこの北部山間地域、奥の地域っていうのは魅力的な地域、自然がいっぱいのあふれた魅力的な地域でございますから、そこへこうバイクで行かれたりとか、あるいはえ自転車であ安のの峠登ってえーツーリング奥まで行かれたりとかね、そういう方が非常に増えています。でそそそうううするととあのー、話し峠そういうそのいいバイクや自転車が増えていくと非常にまあ あの道路状況、交通事故ですね交通事故なんかも増えていくというところもありましてでそんな中で先般えっと連絡いただいたのはちょうどその電波が届かへん区域ですねあの峠の途中ですあの集落ではなくてで電波が届かへん地域で自転車であの大きな事故をされてで道でへたっておられたんですけれども携帯は電波通じひんから連絡手段がなかったと。 でたまたまそこに、えー、本州の花せの消防署の出張所の、えー、ご関係者車か職員さんが通られてで無線で連絡を取られて事なきを得たというような状況でありますあのー、こうやって道路が整備され交通量が増えていくと同時にその電波が届かへんとこでも その携帯の需要というかニーズというのは私はどんどん高まっていくと思うんですけれどもその辺現状としてどのように担当局としてはお考えでしょう。 あの、今、まあ、おっしゃいましたように、あの、携帯電話というのは、もう、もう、非常に重要な、あの、通信の手段。まあ、インフラの一つというふうに認識をしております。で、先ほども申し上げましたように、まあ、人がお住まいのところについては。あの、カバーできておるんですが。あの、一部、あの、まあ、今回、あの、委員おっしゃってました、あの、花瀬峠の。ちょっと、北の方、あの、はじめ、あの、数箇所。あの、エリア、あの、携帯電話を通じない、エリアが、ございます。あの、人はお住まいではないんですが。まあ、生活道路ということで、まあ、人の、あの、車等の行き来はある。 ところでございますで、えー、そういうところで例えばあの今回あのご紹介いただいた事故あるいはあの例えば災害等によって、ま、寸断された場合にですねあのそういうあの、ま、常に携帯電話が使えるかどうか というのは状況によって違うとは思うんですが、まあ一つの手段として、ま非常に重要なあの手段だということについては十分認識をしておるところでございます。私どもとしましても、あのまあ原則的にはこれはあの電話の携帯電話の通信事業者の方のあのまあ事業として整備をしていただきたいということであの働きかけをしておりますけれども、あのその我々もそういう認識をしておりますので、あのこれまでからその事業者に働きかけ要望のあのエリアのあの拡大化 ということについて要望はしておりますけれども、引き続き、要望をきちっとしていきたいと思っております。あのすでに、ね えー、今日までですけれども、地域の方からも、えー、とちょうど蔵の下から桃やかれのところと、集落の間でいうと、えー、別所と話せの間ですかね、ここもまあ電話つながらないということで、継続的に要望活動は続けてるけれども、まあ、なかなか実現しないということで、あのー、私も報告を受けてるんですがこれ地域のご要望の状況に対して、本州として、今日までどういう対応されてきたんでしょうか。 の常に要望、頂戴しておるところでございます、数度にわたって要望していただいてますし、また今回のように、市会議員の先生方の通じてお話をいただくこともございます、その中で、この花瀬峠等の生活道路の携帯電話のエリア化につきましては、私どもとしても要望をいただいた中で、これ、当然ながら真摯に受け止めて、対応していくというのが我々の責務でございます。ししっかりとと受け止めてて対応いく あのまあ、そういう姿勢はあるんですが、あのただ、まあ、非常に財政的にも大きなあの負担が必要なものになりますので、えこれにつきましてはあの、先ほど言いましたように、事業者の方としっかりとあの要望していきながらあの、まあ、どういうふうな方策があの考えられるのかというのを、まあ、常に検討しておるという状況でございます桜<井>あのおそらくです、ね、今後も、えー、建設局においてはですね、 あの年度ごとにあの道路整備、区間を区切ってやっていただいてますし、あるいはあの今年もえ要望させていただいたんですけれども、側溝のあるところは上にふたつけて、道路を拡幅をして、 あの交通がうまくこうスムーズに流れるようにというような整備もしていただいてますので、そうすると、まあ、あの道路が良くなれば良くなるほど、そこの交通量が増えていきます、で交通量が増えていけば増えていくほど、そこの危険度も増していきます。で よってです、ねまあ、徐々に、ね、年度ごとにやっぱ危険度が増すそうすることによって、えー、っと交通事故の可能性も、えー、高まるでそうするともし万が一発生した時にやっぱり携帯電話かからへんかったらということもありますのでそういうことを十分に十分に 担当局踏まえていただきながら意識していただいてあの事業者に対してもですね強くあの京都市の方から強く強く働きかけていただいて、まあ、あのなんとか塗笛の,の下から上までとそれから花瀬、えー、別書館ので携帯電話の、えー、通じないところここを解消していただくということをあの強く働きかけていただきたいということを改めて、えー、私からも要望させていただいて私の質疑終わります。 この件に関連して他にございませんか。どうぞ。樋口委員、どうぞ。樋口委員、あの今桜井からあった話、私も全く同感でありまして、まあ地元の皆さんのあの要望通い要望が。 あ,あるという話、まあ、あのそちらに、えー、もう、えー、何かも何かも、ね、要望に行かれているということでありますから、えー、その時に、えー、どういう状況であるのかというのも今、桜井委員からも、えーまあ、自転車の時とかという,ような話がありましたけども先ほど災害の時のことも少し話をされていましたそういった具体的な話なんかも地元の方からはお聞きになっているでしょうか。福井市長 地元の皆様方からは、あのまあ特に代表の方から頂戴しておるわけでございますけれども、あのまあそういう災害の話、あのまあ今回あの桜からお話、桜井議員からお話しあったような、そういう事故の話と、まあ、こういう具体的な、あのまあ、特,あの特定の方っていうのは分かってるわけではありませんけれども、そういう具体的な事例等をあの紹介していただきながら、あのこういうあのエリアの拡大化という重要性について、要望いただいておるところでございます。私どもそれ十分あの認識してで事業者の方とはあの話を そうですね、本当に話をお聞きすると、大変だなというあの事例がいくつもあるという話でありますが、私もお聞きしたのは、災害のとき、陶峠から降りていこうと思ったら、木が倒れていて、道路がもう通,れ通行できなかったと。帰ろうと思ったら、またもう木が倒れていて <laughs>。 今度はもう行くこともできなくて帰ることもできなくて大変困ったというような話もありましたから本当に人の命にね関わるような事態が起こっているということでありますからぜひともね本当にそういう市民の命、安全を守るためにしっかりとあの対策を立てていただきたいですしまあ事業者に働きかけていただくとと,ともにまあかつて でだいぶ以前ですけどもかつては国からの補助なんかも出た事件もありましたけれどもまあそういうことも含めてぜひとも工夫をしていただきたいと思います以上ですご苦労さんでしたえ他にございませんかえなければ次に京都市政策評価委員会からの意見提出について岩さんにどうぞ おおはよようございますよろしくお願いいまますすろししく願た私の方からはこの今、ございましたが京都市政策評価委員会からの意見提出ということで5月の18日にあのご報告、広報資料でいただいておりますであのその中身、えー、まあ概要ということで、えー、政策評価制度に関する意見の概要ということで3つあの意見をいただいております。 で,まあ、あのできれば1つずつあの伺っていきたいというふうに思います。えー、まずあの適切な客観指標目標値の設定についてということで、まあ、あのこの新型コロナウイルス感染拡大という、まあ、今こういう未曾有の事態に直面し 今後の目標が立て難い状況にはあると、しかし令和3年度、えー、政策評価を実施するにあたっては、可能な限り客観指標を設定するよう努める必要があります。えー、また、実態とかけ離れた目標値となっている場合は、目標設定の妥当性を検証し、適切な目標値となるよう検討を行う必要があると、まあ、このようにあの意見をいただいております。でえー、現状あのこのようなあのご意見いいただいて え局として、のどのように考えて、今、どういう進み具合いをされているのか、まずこの点について伺いたいと思います尾崎市長公室政策企画調整部長京都市政策評価委員会からの意見,書提,出意見提出について、まず一つ目が、適切な客観指標、目標値の設定について、いただいた意見については、委員ご紹介いただいたとおりでございます。 あの客観指標について、ですねあのご紹介いただきましたように、新型コロナウイルス感染症状況を踏まえた適切な指標となるよう、昨年度、政策評価委員会において、ご議論、ご意見をいただいたところでございます。あの特に昨年度で言いますと、新しい基本計画が策定が行ったとあの、それ見越しまして、政策評価委員会の中でもですね、 新しい基本計画の下でどのような指標が適切なのかという観点でご議論いただいたところでございます。あの今年度行います政策評価につきましては、9月司会のご報告に向けて、今、局と調整を行っておるところでございます。あの意見を踏まえて各局と どのような指標が適切なのかということを今調節現段階で調整をしておるところでございます。岩佐委員はいあのー、やはりこのまあいろいろとこの行財政改革も含めましてですねあのー、大変今厳しい状況の中にあります、えー、であるが故に逆にあの実態とかけ離れた目標値とかまあそういったものもご指摘がある以上やはりあのそこも あの実態に沿ったものにしていかないといけないかと思いますので、また担当局とも、私ともよろしくお願いしたいと思います。で、2番目なんですが、市民生活実感の効率的・効果的な把握についてということで、今、この市民生活実態調査があの一時休止されたりというようなあのことですね、こ,この点についての確認と、今、財政的な要因により調査方法を見直す事態になっても、 政策評価制度が持続可能なものとなるよう市民生活実感調査のあり方を継続して研究していく必要があると、えー、ということでありますで、この本当にあのなかなか市民生活実感実感調査ですから難しい部分もあるんですが、まあ、我々あの公明党といたしましてもですね以前からこの幸福感と いうものについてもなかなか当局もあのー、当初はですね、えー、難しいという答弁もあったかと思うんですがあのー、やはりそれも必要だということで取り入れてきていただいております、えー、この実態,実態調査ですね、えー、昨年度が休止になったかと思いますのでそのことと、えー、現状今どうなっているのかということを伺いたいと思います尾崎部長、えー 市民実感、えー、調査についいてのごご質問でございます、えー、昨年度、2年度についてはあのご,ご紹介いただきましたようにあの一時、まあ、これ緊急避難的にあのコロナの、えー、対応をしっかりと取るということで、えー、市民実感調査については、えー、緊急避難的にまったん実施せず。 昨年度9月にご報告させていただいた政策評価におきましては客観指標に基づく評価それと実感調査につきましては平成元年度に行った調査その結果の2本立てで 総合評価を行ったところでございます。これについてはあの9月市会のその報告の中で報告書の中で記載しておる通りでございます。あのただしこのコロナの下でやっぱやはりその二つの軸の片一方の市民が今どのようにあの政策政策についての実感をされておられるかその指標を図ることについては重要だというふうに考えておりますし、あの政策評価委員会からも意見があったところでございます。今年 年度今5月、6月にかけて実施をいたしました。あの3000人を対象にして、アンケート調査を送付させていただき現段階現在、あの意見集約中という状況でございます。はい、ありがとうございます。あのまあ、この点については、やはりあのまとめて出てくるのは、やっぱ9月司会ということで、一応あの想定しておいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。あの非常にですね。今この。 今、尾竹部長おっしゃったようにあの、このコロナ禍でもありますので、その実感調査も含めて、ですね、非常にこの市民の皆さんの,あの京都市に対する期待であるとか、また不安であるとか、不満であるとか、まあ、いろんなものも、あのより一層、あの別にこの、えー、こう広くなんて言うんでしょうかね、えーこうあのー 感情的になるということではないと思うんですが、あの終わりかと思いますので、やっぱり市民の思いというのは、あのいろんなところでお声はあの拾い上げていかないといけないかなというふうにあの思っております。で、わせまして、この2つの危機でございますので、えー、しっかりとここもあの漏れのないように取り組みを進めていただきたいというふうに思います。で特ににあああののの去年あの報告書にももりますけれどもこの 市民の思われる重要度と、ですね、えー、それからあの、えー、市民生活の実感としても高く、えー、政策重要度としても高いということで、やはりあの子育て支援であるとか、高齢者福祉、消防防災、保険衛生医療と。 まあこういったようなところがですねえ平成30年度に比べて令和元年度やはりあの関心度としては元年度は高かったですであのここについてはやはりえ市民生活にあの直結するあのまあ一番感じていただきやすいところでもあろうかというふうに思いますのでえそこのところですねあの決してこうあのもちろんなおざりにされてることはないとは思いますけれども。 えしっかり取っていただいて、ですねあのそれをまたあの反映させていただきたいというふうに思ってるんですけど、この点について、この令和元年度の,あの報告書からも、ですね尾崎部長の方であで実感していらっしゃることがあれば、伺っておきたいというふうに思います尾崎部長。えー 政策重要度と生活実感のマトリックスの内容についてでございます。おっしゃいましたように、政策重要度、それから市民生活実感、両方、双方が高い分野、ジャンル、どのようなものがあるかということ、それに対する認識ということでございます。あの 27の政策分野、いずれも大切なわけでございますけれども、この政策重要度、あるいはについては、当該政策への市民の期待の表れという形で高まる場合、あるいは現状では不十分ということで、より期待をする場合。ああ いいいろろいろとと要因はあろうかと思いますあのただ、いずれにしましても、この重要な27の政策、これをしっかりとその政策の政策、理念を守るということとともに、いずれの行政サービスについても、持続可能な行政サービスをするということが大切だというふうに思っております。今その元に行政改革を進める いいうののが京都市の、まあ、あの方針でございますあの我々としてもそういった視点に基づいて、あのこの調査、えー、引き続き行っていく、その結果を反映していくというふうに考えています決してねあの、誰一人取り残さないというところのこの理念といいますか、そこはあのブレずにやっていただきたいというふうに、あの手段はまた別かとは思いますが。 あの思っておりますそれとあとはあの運用についてですが、これはあの各職員の方々も、ですねこの事務作業がですね仮に逆に重たくなることのないようにということもあの必要かというふうに思いますし、簡易かつ効率的に評価結果を取りまとめると、でそれがきちっと皆がらあの実行しやすい、こういうまとめ方というのは必要かと思いますので、この点も併せてあのお聞きをしておきたいと、最後に思います。 副総務長、えー、政策評価あの、えー、実施についてでございます。あのおこれにつきましては。 まず実施した内容が分かりやすい内容であること、よりシンプルで分かりやすさというのも求めていくということが必要かと思います、あと実施の方法、例えば市民実感調査については、政策評価委員会の中ではインターネット調査を実施してはどうなのかというご意見などもいただいております。そういった観点も踏まえまえしてより 労力をかけない、あるいは、あの、煩雑でない、で、なおかつ市民の皆様に分かりやすい、政策、評価、制度を行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます,ごいます。ご苦さんです。え、この件に関連した他にございませんか。なければ、次に、京都市のペーパーレス化の取り組みについて、田中副委員長、どうぞ。 田中副委員長すいませんあの、まあ、京都市のペーパーレス化の取り組みについてちょっとお伺いしたいというふうに思っておりまして、まあ、これ、各地で議事録を見ておりますと、平成12年頃ろ、まあ、うちの会派の茂委員のほうがです、ね、まあ、なんか質疑の中でペーパーレス化という文言が出てきたのが最初かなと思っております。まあ、あのそれで、まあ、京都市ペーパーパレス化、まああのまあ グーグルとかで調べてみますとですね出てくるのがまあ2019年にされたまあペーパーレス会議のシステムの構築、運用、補修等業務コンソーシアムの取り組み を取り入れたという内容がまあ出てくるというのを思っておりますし、この今般のコロナ禍でも、ですねいろいろとこのシステムを使ってまあ開業されているというのは、ですねいろいろと報道でも見ている部分かなというふうに思っておりますま。ああそういったシステムを使って、ですねまあかつての議事録の中では、それがしっかりと使えたですねおよそまあ年間まあ26万3000万円程度のですね、 まあ、あの紙があの削減できるという答弁もあったのかなというふうに思っておりますが、まあ、今の現在の段階で、ですねこの京都市役所の中で、ですね、まあ、把握されてるなら教えていただきたいんですが、まあ、紙をどれぐらいまあ使用されてるという、把握しているのか、まあ、かつてはファイルもですねこれぐらいというのもあったというのも、議論の中であったと思うんですが、あと、そういった保存されてるですね資料の、まあ、結構、スペース取ると思うんですが、どれぐらいのスペースを取れるというのは、把握されてるなら教えていただきたいと思います。 京都市,市における紙の使用量でございますが、あのこれ、環境管理課という、環境政策局のところで、京、え、都、ー、市の内部の,あの環境マネジメントシステムがございまして、その中で、えー、一応、集計、推計しているあの量で言いますと、1年間に約1億枚ということです。あの正式にはあの量あのトトンン単位ででで、えー、把握されておりますので、えー、1年間401 これをあの紙あの枚数で換算しますと約、約1億枚という状況でございます、からあの先ほどあのおっしゃいました、のの保管スペースの問題でございますが、いろいろ庁舎移転したりあのする関係もございまして、全体の保管料っていうのは、数字はありますが、すみません、ちょっと今、手元にはございませんので、またちょっと確認をさせていただこうと思います。田中副委員長 分かりました、まあ,あの、ね、かつての議論を見ておりますと、まあ、1年間で846万7万七千枚ぐらい削減できるという議論もあったような議事録も見ておったんですが、やはりそういった部分で、ですね、まあ、これ、平成12年、13年の話なんですが、まあ、これまでもです、ね、いろいろとまあ議論はされておりますし、議会の方でもいろいろと提案はされている部分はあると思うんですが、実際、具体的になかなか進んでないように、私自身は見えている部分があるんです、そういった部分で、ですね実際これまでどのような議論をですね、 また、あのこれもねなかなか見ておりますとメリット、デメリットというのは結構ね書いてあるホームページとかもありますんでそういった部分をですねまあ職員の皆さんとどういった議論もされてきたのかそういった部分をお聞かせいただきたいと思い福井市長紙のあの使用量で言いますとあの約平成28年頃からあの減少傾向にはなっております。あのー ただ、先ほど申し上げましたようにあのその環境マネジメントシステム、まあ、これをあの導入しましたのが平成22年度でございましてこの当初から比べるとあの、まあ 当初22年当初からは少しずっと毎年毎年増加しておりまして28年から減少に転じたという状況でございますあの現在はその平成22年度と比べましても、えー、まだあの基準としては使用量枚数としては多いという状況でございますので、まあ、京都市の中ではあの最重要課題として、えー、このコピー使用量の削減というのが今あの打ち出されると打ち出されるところでございまして各局におきまして紙をまあ削減する、まあ、ペーパーレスという取り組みをいろいろ工夫しながら ら進私が言っているように、個別にまあやられているのは分まあまあかるんですけど、根本的に、まあ、ペーパーに置き換えるという話は、町内でされてきた部分があるのか、その点を聞かせていただきたいと思います。福井市長 ししましたあのペーパーレスということで言いますと、要は、まあ、行政の中では決裁文書あの、いろいろ意思決定の場面、それからその教乱、いろいろあのものをこうみんなで情報共有するための,あの手段というのがございます。まあ、これを従来あの、紙でやっておったものでございますが、平成19年4月にあの文書管理システムというものを導入しまして、まあ、これをずっと運用しております。でここの,の文書化という、まあ、これを あの毎年、毎年、数字を把握しまして、これをあの100に近づけていくようなえ取り組みをまあ全種的にしておるところでございます。あの現在、電子決済率というのは、平成、令和2年度で言いますと 97.、97.2%に達しておるところでございます田中副委員長、分かりました、いろいろと取り組みは進めていただいているものの、やはりどうしてもわれわれ、ずっとやっぱ紙ベース、皆さんのお手元にも紙。 ね、あったりはするというふうに思っておるんですが、まあ、そういったものをなくしてる都市というのをです、ね、いろいろとまあ調べておりますと他都市でも結構都市マクドさんとかですね まあ、渋谷区さん、ほとんど紙をなくしていく。まあ、結果的に、それによって、まあ、テレワークが進んだりですね。あと、フリーアドレスという形で、まあ、仕事がどこでもできる。そして、今まで書庫に作った分が空いてくる。そういった分、メリットの部分も考えられているような、ああ、年も出てきております。しかしながら、こういった年もですね。あの、共有って、明日、1年、2年でされたんではなくですね。年なくは、まあ、最適的には、2016年。まあ、庁舎が新しくなった次の年に関心された、できてきたっていう話なんですけど。それ。も までもやっぱり長い間いると町内でも議論があって賛成であったり反対であったりできるできないただ、システムを押し付けなければできないという部分もあったかというふうには聞いておるんですがそういった多都市の事例で,ですねま京都市が取り入れるべきものというのは何か検討されている部分があるのでしょうか。 あの今ご紹介いただい、まあ、いくつかの都市ご紹介いただきましたけども私も、ね、具体的にこの都市を参考にというあの、まあ、モデル都市としてあの想定しているものは今,今の時点ではございませんけどもあのおっしゃいましたようにあのまあ まあこれからの時代の中でまあデジタル化も進めていかないといけない状況の中でペーパーレス化というのは大きなあの問題だと考え課題だと考えておりますその中で先ほどまあ電子決済率97.2%と言いましたがまだあの逆に2.8%ははんこを押して紙で回すという状況でになっております。まあ、こういういのをできるだけ 100ににさらに近づけていくそれから申請段階でもあのそういう紙ではなくて電子で受け付けていって電子で最終処理までできるようなこういう仕組みというのをできるだけ早期に構築していかないといけないとは思っております。一方であのやっぱ紙を使うううというあの流れどうしてもあの紙紙にこう 頼ってしまうというような傾向もまだ職員の中ではあると思います、これをできるだけ意識改革をしていくということも必要なことだと考えております。田中副委員長 まあ、あの意識改革で進むならあの私もいいとは思うんですけど、やはりある程度こう、具体的にはこういった部分ですね、こうやるんだという計画性を持ってです、ね、やっぱり京都市の全体の方針を示さなければ、まあ、個人の努力義務という形でやっていくのでは、ですねなかなか最終的なペーパーレス、本当に皆さんの机から紙がなくなる額は来ないというふうに思っているんですが、そういった部分も含めて、計画的な部分を考えられるという考えはあるんでしょうか。福井市長 えー、あのあの今,今ちょっとよあの考えられるものとしましてはあのデジタル化の方うで、まあ、オンラインの,あの手続きというのを今、集計あのこれが調査をされるところでございます、まあ、こういうあの入り口のところですね行政の方に入ってくるあのものが、まあ、紙媒体が非常に現在多いですので、まあ、それでどうしても紙の,あのそのまま使用するというのがあのどうしても、まあ、あの必須のものになっておりますけども、まあ、こういうあの入り口のところをまず電子にしていくと。 それからあのまあ町内も全部無線化というのを今後、庁舎があの本格化としますと無線化ができるようになりますのでえそういう意味ではあのオンラインでのいろいろ会議ペーパーを使わない会議というのもえ今後もやっていく必要があるかと思います。あの具体的な計画というのはあのちょっと今時点であの定めておりませんけどもあのこれはもう100に近づけていくということしかありませんのでまあそれをどうやって年次で区切っていくかということにつきましては今後あの早急に。 検討ししてている課題だと認識しておりますあ,あの、こうやって見え、まあ、ねどういったことをやってるかというふうに見えて、進行状況が分かる形もです、ね、示していただいた方うが、まあ、進んでんだなっていうのも、我々も分かる部分もあると思うので、ぜひともやっていただきたいというふうに、あのそういった見える化も進めていただきたいというふうに思ってるんですが、ペーパーレス化進めている都市、見ておりますと、やっぱりトップがしっかりとこうやるんだという意識を目指されているというふうに思うんですが、角川市長、この件に関して何か。 指示をされている部分があるのか最後にお聞かせください。福井市長、私が答弁するのがあれですけど、あの、えー、すみません。先ほどあの申しましたのあの、京都市のあの環境マネジメントシステムの中では、あのまあこれについてあの。 先ほど言いましたように紙を減らすペーパーレスをするというのが最重点課題になっておりますのでまあそういう意味ではあの毎年毎年あの各それぞれの所得でその自分たちの使った紙っていうのをこうさらに減らしていくというそういう数値目標はあ,のある意味持っておる。 ところでございますで加藤川市長の方からは、あの生産性を高めていくという意味でも、こういうあのペーパーレス、それからあのいわゆるデジタル化も含めまして、これを取り組んでいくということについては、私どもに対してもあのきちっと指示、えー、をしていただいているところでございますので、私どももそれを踏まえて、しっかりと取り組んでいくあの所存でございます。以上でございます,いですか、えー、今の件に関連して えー、なければ、えー、以上で総合企画局を終わります理事者ご苦労様でした、えー、次の行財政局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは行財,で行財政局の理事者が入りますのでしばらくお待ちください合わせて約1時間経過しましたので換気を実施いたします それでは次に行財政局関係の一般質問を行います7月2日までに島本委員からコロナ禍対策における社会経済活動政権の緩和や出口戦略等基準等に対する市の考え方について鴨野委員から今後の職員体制について青野委員から雨に強いまちづくりについて 田中副委員長から京都市の働き方改革にかかるこれまでの検討状況について加藤委員から行財政改革計画についてそれぞれ一般質問のお申し出がありました、まあ、そこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますこの一般質問の質疑時間は答弁を含め1人当たり 10分以内といたしますので、10分以内に質疑を終了していただきますようご協力をお願いいたします。また関連質問も同様の取り扱いといたします。なお、お申し出のあった方以外の質問の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認められませんので、ご承知おき願います。それでは一般質問を行います。まず、コロナ禍対策における社会経済活動制限の緩和や出口戦略、 基準等に対する市の考え方について島本委員どうぞ。島本委員、すみません。じゃよろしくお願いいたします。あの本日のまあ報道でもですね、あの皆様ご存知とおり、えー、現在あの発出はいすみません、えー、現在のですね。 えー、京都におきましてはの話ですけれども、まあ、まん延防止等重点措置、これ、まあ、あの11日までの期限で、えー、今、行っておりますが、これはあのどうも解除するんじゃないかというような報道もありましたが、まだ一方でですね、えー、首都圏等に関しては、まだあの、<coughs> 延長する可能性とか、まあ、沖縄等に関しては、緊急事態宣言、これをまあ重点措置への移行検討とか、いろいろ情報がちょっと錯綜しているような状態であります。その中におきままして、うんまあ あのまあ、まず京都の方うの、ねえー、見解ですね、えー、これ、どのように京都市としては、えー、まあ多分ん近々、ですねまたいつものとおり、京都府の方で主体的には府が、ですね、えー、まあ知事のもとで,ですね会議がされて、えー、判断、いろいろなご意見、申し述べていただいて、決定されることと思いますけども、いつも申し上げておりますように、この措置等に関しては、京都府においては圧倒的にこの京都市が、えー ままあ、まああの人口は当然ですけども、お店であったりとか、今と、ターゲットとなっている、ターゲットというと言い方は悪いですけれども、いわゆる措置の対象となっている時短であったり、種類の提供の、ね、のことであったりとか、例えば、えー、まあ,あの店舗であったりというのが、ほとんどもう京都市に、えー、多く、半数以上ですね存在している状態で、京都市が大きな、今いろんな意味で、ですねコロナによる感染も今まで受けて、えー 受けあのコロナそのものによるです、ねえーまあ、打撃も受けていたかもしれませんけどもある意味それ以上の経済的な、えー あの店舗、商業等ですね、そういった打撃がもう非常にえ受けている、特にまあ集中的にてですね、飲食店がある意味、狙い撃ちにされているというようなですねえ意識も非常にえある中で、ですねえ京都市まあえ産業観光局もえ去年はずっと議論しておりましたけれども、ですねそういったことを方針を決定する行財政局のこの危機管理室として、また危機管理官とされてですね、京都府に対して、どのようなですね、今回、これ これからですね見解を示して、また意見を申し述べられて、えー、進めていこうとされているのかですね、その辺の基本的なお考えをよろしくお願いいたします伊藤防災危機管理室長。はいあのー コロナの陽性者数を踏まえた京都市の今の見方でございますけれども先週は80人の新規感染者がございましたピークは650人を超えておりましたのでかなり減少はしていると思いますまた国のモニタリング指標では全てがステージ2以下というところまで下がってきておりますマンボが始まりました6月21日時点では2項目がステージ3でございましたのでマンボ期間における取り組みも一定市民,市民事業者の皆様のご協力によって 進んできたものであると考えてございます。 そのような中、報道ではこの週末をもってということが予測として出ておりますがそういった可能性もあるのかなと思ってございます。一方、ですねやっぱり感染力の強いデルタ株のまん延の話あるいは夏に向けて人が動き出すというような中では全面的な緩和仮に解除された場合でも陽性を全くやめてしまうということは難しいのかなという認識がございます。 あの80人と申し上げましたけれども、先々週は67人でございましたので、1週間平均でいうと、えー、再び若干ですが、感染者数が増えているということも懸念材料かと思います。えー、そのような中であの飲食店をはじめあの、えー、経済 経済のダメージ非常に大きいございます、えー、と今まで、えー、緊急事態措置でありますとか、マンボウであの国の基本的対処方針の中に事細かに書かれていた局面においては、どうしても、えー、独自性が京都としても出しにくいみたいなのがございましたが、もしあのマンボウが解除されますと、府、えー、知事のハンドリングが非常に大きくなってございますので、その中でもあの京都市の実情をしっかり訴え,訴えて、知事とあの話をしていくというようなことを今、考えております。 ところでございます。塩本委員、まさにその通り今おっしゃられたように負、えー、の独自性ですよね。まあ今まではね。 えまあ特に京都の地域特性とか、不眠性とか市民性とかいうのもあるかもしれませんけども、やはり右へ、奈れへ的なですねえまあ足並みを揃えるという言い方するといいですけれどもね、ちょっと大阪に引っ張られてきたんじゃないかなと、いつも私、申し述べておりますけれども、そういった点がやや見受けられます。ここまでするる必要あののだろうか果たしてその バランスをとってね感染拡大なりまた、えー、市民の,、えーね、あの健康状態とそして経済とね経済によるですね そういった健康であったり命に関わることも多々出てきているんですその辺のところがですね逆効果になっているんじゃないかなというようなところも多々あったと思いますけれどもえぜひ、その辺、独自的にですねもうあの主体的に考えて京都市がえ意見を申し述べていたりしてそして府がですねただ、心配なのは先週の時点では解で除になってもある一定の何かですね知事としてえ時短なのか。 何なのか分かりませんが、なんかを続けなければいけないというようなことも少しおっしゃっておられているというところがありますこれ、ですねもう飲食店、えー、店舗だけに限らず、ですね、えー、別のところでしっかりした、またですね、あのというのは、まあ、数字だけでね、60人だったのが80人。 あるかもしれませんがこれ去年のデータ見てもですね7、8月は増えてるんです風と全く一緒なんですね、えー、非常に今特に昨日今日非常に蒸し暑く皆さん寝苦しいと思われますこの時期になるとですね非常に睡眠時間が減ってきて毎年風邪もインフルエンザも格段に7月8月去年もそうでした、えー、この コロナもそうですけれども、5月ぐらいには一旦減ってたのが、また増えてきております、それを見るとです、ね、また増えたから、また何かするというようなことにな,りなるんじゃないかな、季節性のものが多々あると思います、それであればです、ね、例えばいつも申し上げておりますように、睡眠時間の取り方であったり、食生活であったり、運動や健康やね、いわゆる免疫力をどうするかとかいった取り組みの方が大切なのではないかなと思いますので、ぜひぜひ保健福祉局ともしっかり協議していただいてです、ね、そういった取り組みの方が、 が大事じゃなないいいかなと思思っってておおおりりまますすので願し出口戦略についてね、どう考えておられるのかっていうのをね、大阪が30日発表されたのは、社会経済活動のこれ、報道によりますとですけれども、制限段階に、段階的に緩和していくこの出口戦略、2回のワクチン接種を終えた府民の割合が、5割以下の間はまだまだ続ける。 7割を超えれば、種類提供の自粛も含め、原則解除する、この時間、時短等もですね解除する、つまり7割を超えるまでは、こういったことをずっと続けられる、ということは年内ほとんどさずっとまだまだされるんじゃないかなと。 思うととこころろももあありりまますす懸念される大阪、大阪独自の考えがあるんでしょうけどもね、一、え、時、ー、は去年は、えー、もう早く解除しろ、早く解除しろと言って、今年でしたか、いつでしたっけ、で、早く早く解除したら、ドカーンと増えて、そのトラウマになっておられるんかもしれません、知事はね。 えー、しかしそういった、えー、思いつき的な政策で、えー、振り回される不眠の方も気の毒ですけれどもですね冷静にやっぱり科学的に判断していただいて京都はもう足並みを揃えるというよりもですね独自にしっかりと考えて進めていっていただきたいと思いますこういった出口戦略等々に関して最終的にですね、えー、府の方と協議をしていただくんですがいつも申し 挙げてますように、えー、法的なことであるとか、えー、風が判断することとか言わずにですねやっぱり主体的に京都市からどんどん意見を申し述べていただきたいと思います最後にその辺出口戦略等々に関しましてどう考えておられるのかまたこれからの対策についてね、えー、どうするべきことであるのかいうところをお考えをお聞かせください西田危機管理官 はい、あの出血戦略を含めたあの措置等の取り組みでございます。けれども、えー、まあ、先ほどは出張申し上げておりました。けれども、いよいよまん延防止については解除というような方向になってまいります、えー。そうなりますと、京都での独自の考え方をしっかり出していくこの点はあブルーないようにやっていきたいと思っております。あのー、まあ、報道等では先行して。 あのいろんな情報が流れておりますけどもあの、実務的にはまたこれからであります、え国と京都府との協議、あの首都府との協議、またこれからでございますので、え感染状況を踏まえて、またあの今の現状分析、非常に大事でございますので、このあたりをしっかりと、 え踏まえて決めていくと、おそらくギリギリまで決まらないんではないかというふうに思っております。またあの出口戦略につきましては、あの当然、未来を見据えて、大きいこの観点からえ検討していく第2でございますけれども、今は現状の分,分析、国でのモニタリングってございます、ここら辺あたりは専門家によってしっかり積み上げられたものがありまして、ここを分析をして、そしてこれまでの知見をベースに、今後の対策を検討している。 この軸は今変えられないと思います大阪で検討されているのは非常に先先駆的なんですがワクチン接種が社会に及ぼす影響というのはまだ未知数のところがありますのでそのあたりはあのしっかり知見が整った上であの使っていく必要であろうというふうふに思っております以上でございますしっかりやっていきますよろしいですか、えー、この権利関連して他にございませんか、えー、なければ次に 今後の職員体制について、釜野委員どうぞ。浜野委員どうもよろしくお願いいたします。えーまあ、今回の行財政改革の計画案で、えー、550人の人員削減が計画されています。 まあ市長もあの常々おっしゃってますように、就任以来、3500人だったでしょうか、削減してきたということですし、しかしその上、今回の計画実施ということになれば、職員に大きな負担がかかることはもちろんですけれども、市民サービスにも支障を来たす恐れが大きいのではないかというふうに懸念を持っております。 まあ実際、この間も議論してきましたけれども、この新型コロナウイルス感染症で、とりわけあの直接の担当部署ですね、まあ、過労死基準を上回るような残業が発生して、まあ結果としてですね退職された方も出ているということになっています。で今で今もお 応援にね、他、えー、部省から他部局から行っているということがあります。で、今後もうついこの間もあの水害ありましたけれども、も、ま、う、あ、大型のお台風などの自然災害等も。 あの想定されるし、また震災があるかもしれません。えー、他部署からの応援も非常に困難にな,なるのではないかというようなことも懸念されます。まあ、従いまして結論的に、えー、この計画によってですね市民サービスに支障が出るのではないか。まあ、この点についてまずどういうご認識か伺いたいと思います。藤田人事部長。 はい、あの職員数削減によるあの市民サービスがまあ支障が出ないかということでございますがあのこれまでからあの削減。あの 順次進めてまいりましたが、やはりこれはあのやり方としては、業務の委託化ですとか、民営化ですとか、あとはあ事業そのものの見直しですとか、IT 技術のまあ活用等、これらを使いまして、無理なく原因できる箇所でこれまで進めてきておりまして、のその姿勢にはあの変わる、今後もですね変えるつもりはございませんので、しっかりと市民サービスを維持、向上させながら、職員削減も同時に進めていきたいと考えております。委員 まあ今あ部長が無理なくというふうにおっしゃってきた、おっしゃられたわけですけれども、まあそれはあの、いろんな部局がありまして、まあ、今回のコロナは通常ではないということではあるんですけども、まあ、おそらくね、これからもあの想定できないことって起こりうると思いますから、あ実際問題、その体制上、ですね、まあ、ギリギリの体制だと、やはりあの大きな問題が、まあ、今回のようなことが出ることも懸念されると思うんです。まあ、ですから、まあ、その無理なく <laughs> できるところでやってきたということで姿勢は変わらないということですけどもまあこれはまあそっち向いて無理はあの実際に問題が出てるよということですんでそこは慎重に考えていただきたいとまあこのことは申し上げておきたいと思いますでもう一つねお聞きしたいのがえまあこれまでですね今も言及はありましたけども委託とか民営化とかまあ様々なまあいわゆるその外部化といいますかアウトソーシングの指標でまあ人がもう 減ってきたというのがありますただ、私、思うんですけども、やっぱ自治体として、そもそもやっぱり大事にしなくちゃいけないのは、市民の皆さんと直接接することによって、さまざまなご意見とか、要望とか、ご批判とかあると思うんですけども、それを実際、聞いて、職員の方が、そしてあの施策に生かしていくということが大事でありまして、その点で言いますとね、やっぱりあの人員を減らすということはあの問題だというふうに、基本的に思ってるわけです。 でえー。 そ,のそういったこともありながらまあ進められている人員削減がさまざまなアウトソーシングの活用も利用して減ってきたわけですけれどもじゃあ以前にですねえ我が会派の方からも職員でなければできない仕事はじゃあどの部分かということに対してはあ政策立案でしたでしょうかこれはやっぱ職員でなければできないというようなご答弁があったかと思うんですけどもえそれさえですねこれ以上の 人員削減が進むとですね困難になるのではないかと、でまたあその、それでもできるんだというふうに思っているのかどうか、この点についてはどのように認識されてますでしょうか。 はいあの無制限にあの委託化をまあ進めるということはまあ当然考えておりません、職員がですね直接行わなければならない業務、当然あ,のあると思います、例えば、貢権力の行使が伴うようなものですとか、あと高度な専門性が必要で、高度な個人情報を扱うまあ各種の相談業務ですとか、先生おっしゃいましたあの企画や政策判断を行う業務など、ですねこういったことはあのしっかりと我々あの常勤職員が、 あになっていかなければならないと思っておりますし、あの今後も当然そのつもりでございます。で、それをあのしっかりとそういう部署に職員をしっかりと配置するためにも、さらなるあの職員の削減できるところは削減していかなければならないというふうに考えております。玉野委員、その進めていくためにもその削減、進めていくためにも配置のためにも必要なところに配置するためにも。 削減していかなければならないというふうにおっしゃったんですが、もう少しちょっとその辺ご丁寧にお願いできますか。藤沢部長、行政ニーズというのは日々、高度化、進化をしてまいりまして、新たな行政ニーズもまあ出てまいります。そうした新たな行政ニーズに的確に対応するためには、やはり職員削減を進めて、そこで生まれた人員をですねそういった部署にも配置をすると、そういうことが必要だと考えております。浜野委員 えー、その行政ニーズに応えるためには、ですね、えー、やはりその私が基本的に思うのは、やはり先ほど申し上げましたように、まあ、これ、意見違うかもしれませんけれども、しっかり人を配置して、えー、いる方があ、あっちを減らして、こっちを増やすって、トータルで減らすのではなくて、やはり可能な限り、職員の方がおられることが、直接声を聞くことが、市民の、 とのパイプを深くすることになると思いますので、基本的にはそういう立場にぜひとも立っていただきたいと、ここで決着をつかない話だと思いますので、これはこの点も引き続き議論をさせていただきたいと思います。そして先ほど申し上げた、次にお聞きしたいのは、いわゆるさまざまアウトソーシングの中で,で、人員削減もありまして、 その一つのつやり方でいわゆる非正規への置き換えというやり方がございます、まあ、普通、こ民間ですとね、まあ、こういう非正規化をするための主な目的やっぱり人件費削減ということがあろうかと思うんですで、えー、まあ公務職場でもですね、まあ、本市に限らずさまざまなところがその財政難もありまして、えー、こういった手法を取ってるかと思うんですねただ一方そのこの非正規への置き換えということに についてはまあ労働側からすればまあいわゆる完成ワーキングプアという言葉も一般になってですねこの処遇の低下でなかなか仕事は一生懸命やっているけれども責任持ってやっているけれども処遇がなかなか上がらないということで問題視されているまあそういう面もありますまあこの点についてはどのように認識されてますでしょうか。藤田部長はいあの非正規職員でございますあの大部分を占めますのはあの令和2年4月から導入されました会計年度任用職員 でございますがこれにつきましてはあの常勤職員とのあの職務業務の住み分けをしっかりと行いましてそれにふさわしい処遇としているところでございましてこれまでからあの処遇改善に継続的に取り組んできておりましてあのまあ例えばですけれどもあの常勤職員と同じ期末手当も支給もさせていただいているところでございますそれとですねあと会計年度任用職員自体の人数はですねあのこの間減少もしておりましてあの我々の方でた完成は プアをですね助長しているといったことはしていないと考えております浜田委員あ助長助長しているとは言っておりません、そういう指摘はしております、本社がやっているとは言っておりません、で、えー、今もありましたように、その例えば期末手当をですね常勤職員と同じということにしているということがありました、まあ、全体であのいわゆる均等待遇の問題が非常に課題になっておりますので、この点についてはしっかりと進めていただきたいと思います。 でこれ最後にあの資料請求なんですけども今後の議論ということで、えー、まあ人員削減の話ずっとしてきましたのでこの宮古プランのです、ねえー、後期実施計画におけるこの部門ごとの,その職員削減のまあ目標掲げてた目標と実績ですね。 それから市長が、就任されてからの、あの、任命権者ごとの、職員削減数の実績、これちょっと資料請求をお願いしたいんですが、いかがでしょう。ああ、こちらで、こちらですか。資料請求をお願いしたいんですけども。お、ちょうど。ええー、分かった。あ。藤田部長。藤田部長。ああ、提出させていただきます。はい。以上、以上で終わります。 それでは、ただいま鴨野委員から要求がありました宮古プラン、えー、後期実施計画においての目標と実績についての資料については、理事者が提出できるということでございますので、委員会資料として提出を求めることにご意議,議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。 この件に関連して他にございませんか。はい。宇佐美委員、どうぞ。宇佐美委員、あすみませんあの一点だけ。えっとあの先ほどあの公権力の行使の、えー、ことがありましたけれども、まあその、えー、公が担うべきもの。 についてまあ、これも以前からずっといろんなところであの議論されてきた、えー、話かなというふうに思いますもちろんあの公が、ね、しっかりやっていかないといけない分野これはもう大事に大事にというかまあ当然のようにやっていただかないといけないわけですけれどもこれはあの今京都市の、ね、今あの職員さんでやっていただいてるその仕事の中でどの程度の割合が公権力の行使に該当するのかっていうことについては把握はされてますでしょうか 部長えー、申し訳ございません今すぐちょっと数字が出てまいりません宇佐美やっぱね、そういったところはあの、ある程度整理はやっぱしていただきたいなと思うんです、これ、も裁判とかも含めてね、過去からずっと積み重なってきてるので、ある程度、こういった内容であるっていうことに関しては、もう重々その、私が申し上げるまでもないと思うんですけれども、それについては、一定その、どの程度の割合が今あるのかと。 でどういった分野がそれに該当するのかということについては、えー、また改めて資料になりいただけたらなというふうに思います。でまあいよく3割とかねぐらいで言われることがまあ多いかなというふうに思うんですけれどもあのその辺は一って今現状把握ということはしていきたいなというふうに思いますんで、えー、とまた後ほど資料についてお諮りいただけたらなというふうに思います。で ただ、やっぱりね、担っていただかないといけないことは、これもしっかりやっていただかないとあのいけないというのは、これも私もそういうふうには思ってますんで、ただ、窓口が職員の方だから、住民に寄り添えるかというと、そこまで私、実は言い切れないと思ってます。というのは、やっぱり私たち議員の立場でいろいろお話聞いてると、なかなかそのうまく伝わりきれない。それは 市民の側からも伝わりきれないし、行政の側からも伝えきれない部分やっていうのもやっぱりあります。ですから、やはり今あのいろんな各種あの専門家の方にも窓口等々入っていただいて、そのやっぱりそういうあの。 職員の方からの立場ではないその法律的な上限であるとかですねそういった専門知識を生かした窓口業務というのもこれもあのやっぱり逆に大事になってきてるのかなと世の中複雑になってるんでですねその辺についてもやはりあの今後それは単にその、え。ー 職員削減という観点だけの論点ではなくてですねやはり住民の方にしっかり寄り添えるようなその役所の体制としての,その専門家の活用というのもぜひあの進めていっていただける検討も併せてお願いしていただけたらなというふうに思いますので何よりもあの私よくこういうことの時に申し上げるんですけれどもあの職員の方はやっぱり一定その試験が 受けていただいて一定程度のその様々な行政知識法律知識を持っていらっしゃる方がベースになって仕事していただいているのと全くそういうことなしにですね民間だからいや民間でできるからとかいう荒っぽいことになってしまったらですねそれは私は良くないと思うんですですのでやっぱり一定程度の質の担保というかその相談体制に足るべきその人材であるとかそこの観点もやっぱりあの検討の時にはしっかりと思っていただけたらなと というふうに思いますので、あの意見だけあの申し述べさせていただきます。お諮りいただけたら。えただいま宇佐美委員からの要求のありました本誌業務のうち貢献力行使にかかる割合を示す資料をいただきたいということの要望でありましたが、この資料については理事者提出できますか。藤田部長。すみません、ちょっと時間がかかるかもしれませんが提出させていただきます。 提出できるとのことでございますので、委員会資料として提出を求めることにご意議ありませんかご意議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれては、なるべく早く提出いただきますようにお願いいたします。この件に関連してほかございませんかなければ次に雨に強い町づくりについて、青野委員どうぞ。 青野委員、じゃあのよろしくお願いをいたします。あのまあ6月22日に開催をされましたマレア三年度の第1回え京都市雨に強いまちづくり推進本部会議、まあこの資料をですね先般いただきました。まああの毎年春期を前にまあこの時期にですね開催をされて、まああの思い起こせば。 台風は18号でしたかね、あのまあ、それまでは震災重点だったかと思いますが、まあ、水災にもです、ね、しっかり取り組んでいくということで、まあ、全庁体制といいますかね、関係局がしっかり連携しながら取り組んでこられて、これまでも多くの事業にも課題を共有しながら取り組んでこられた、まあ、成果も挙げられていると。まあ、このように まあ認識をしているんですけれども、まずあのこの今年度の課題とポイントについてえお聞かせをいただきたいと思います。秋山防災推進担当部長、はい、えっと雨に強いまちづくりのですね、今年度のポイントそれからまあ課題等についてでございます。あの雨に強いまちづくりにつきましては、ご先ほどこのようにあの市民の生命と財産を守るためにえ各 関係ですね。各局のハード対策とそれから総対策を組み合わせたまあ総合的な対策によりまあ進出被害を最小化していくということがまずその目的でございます。そのために進出、えーえー、その推進体制とかですね総合的な調整を行いますためにですね推進本部を立ち上げていますご紹介いただいたところでございます。でその中これを引き続きも取り組んでいるところでございますけれどもで今年度のそのに起ましてはですねまあ一つは あこの雨に強いまちづくりで取り組んでおります、各局が実施する事業の融合、それから連携を強化をしていく、さらなる効率化、迅速を図ることで、今の,その危機的な財政状況の中、最大限の効果を出していくということを目標として必要だと。 目標ととしてていいいいきたいという,ふうに考えておるでございますまたあの今年度の,その主なポイントでございますけれども、えー、これはまず今、国が進めております、集、えー、水域から氾濫域にわたる流域に,に関わる、ですね、まあ、あらゆる関係者が共同して水害対策を行う、えー、流域治水との,です、ね、あの整合を,を図ると、えー、これはあの雨に強いまつぶり自体は、ですね過去からそういう流域治水に先駆けて、 環境局の連携により取り組んできているとございますので、その観点もですねしっかり、粒子地水の観点もしっかりですね、さらに確認をしてやっていく。にそれと最後にですね もう一つ、ですね例えば最近災害対策基本法が改定されましたけれども、まあ、そういうふうなものにつきましても、ですね弾力的にですねその尼津町づくりの取り組みの中に入れていく、また、出水域における課題等がですね出てくれば、ですね柔軟にですねその対策の中にですね取り入れていくということで、まあ、ある程度、固まった事業だけではなくて、ですね 柔軟な形の中で浸水対策を実践に応じた形でやっていくということを考えているところでございます。以上です。青野委員。わかりました。まあ流域、えー、治水というね。新しい取り組みというか、まあしかし京都はそれまでにその趣旨でやってこられたということであります。また、あの国のこの一つの支持等も。まあ改正等でいろいろ変わってきておる。まあそういうことにも。 まあ柔軟に対応していこうと、こういうことだと思います。利氏もですね。この七月二日から三日にかけて巻き落とし、京都市大雨となったわけであります。であの東海・関東地方では、もうさらに記録的な豪雨となって、熱海市ではまあ土石流がですね。発生し、まあ、犠牲となられた方もおいでになる。とも。心からご冥福をお祈りをいたします。 また安否不明の方も多くいらっしゃるということで、無事を本当に祈るばかりでありますけれども、この京都市でも土砂災害発生危険がまあ極めて高いということで、3日の午前2時50分、そして3時に避難指示、それから土砂災害発生危険があるためということで、その後ですね、8回にわたって高齢者避難等ですね、この発令をされたところであります。 その後、土砂災害発生の危険が低下したということで、3日午前10時26分をもって、すべての避難情報が解除されたと、これ、ご報告をいただいております。対応にあたれたこの職員、また現場の、ね、皆様には、本当に心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。であのまあ、改めてですね、ちょっと今回、この避難情報の発令から解除までの まあ経過これもあのご報告いただいておりますけれども、もう少し詳しく、そしてまた避難いわゆる被害状況なんかもね、ちょっと合わせて、簡潔にちょっとお知らせていただきたいと思います秋山担当部長はいあの今、先生がのほとんどご紹介で態だったんですけれども。 お災害、まず避難情報をですねあの出す場合にですけれども、高齢者と避難を出す場合につきましては、これ、災害ほ。あの 土砂災害警戒情報がですね出ていない段階で、土砂災害危険度というやつがあるんですけれども、これが非常に危険だということになりましたら、まずそれを出させていただく、まだそこに加えて、土砂災害警戒情報が出た場合につきましては、避難指示を出していくということでございました。ただ、今回についてはちょっとあの注意報からです、ね、警報、それから土砂災害警戒情報までの展開が早かったこともございまして、まずあの土砂災害警戒情報が出た段階で、避難情報を出していく。で一部があ 実は、えー、と危険度が下がったところがございまして、その下がったところについては、あ高齢者等避難をですね、えー、念のため出させていただくという形を取らせていただきました。で、えー、今ご,ご,ご紹介いただきましたように、あのえー、随時ですね、えー、避難所の開設の準備が整ったところから、ですね避難所を開けさせていただいたというふうなことでございます。で、全体で20、えー、学区22避難所をですね開けさせていただいたということでございます。でえー、それと すみませんあの被害状況でございますけれども、ちょっと今、まだあの集計中ではございますけれども、えっと、人的被害についてはございません、それからあ住家につきましては、一部破損、それから床上浸水、床下浸水等ございますけれども、これについてもあのまだ数をですね、えー、集計中でございまして、対応の方はして,しているところはございますけれども、集計中でございますけれども、これについても数,件、えー、っと数はございます、あと道路情報、道路被害につきましても、山越えですね、下川もう線で、えー、土砂流出が起こっておりますけれども、これについても現在、も全面解通をさせていただい それから国道三百六十七号の野生のバイパスの急なところにつきましてもですね、これについても報道があったんですけれども、これについても土曜日の段階で土曜日の十六時に解除しているというところでございます。その他ですね、えっと一時時あたり、それから二時五時あたりで少し,少しというかあのどうしたえっと 水路、それから川等が詰まりまして、ですねそこで一水があったということで、情報を送っておりますけれども、これについても現在、えー、関係部局の方とですね情報収集で整理をしているところでございます、以上です青野委員まああの。この避難情報の、ね、出し方というのは、なかなか難しいと思いますので、ね、国の方もですね、これ、本来、自治体がこの発信するこのメッセージが明確に届くようにと思う、こういう趣旨でですね、 まあ今回避難勧告か避難指示に一本化したということなんですけれども、ああ日経の記事にもですねこの見出しで乱発、この避難指示を乱発なら緩みと、ためらえば被害と、自治体に重責ということでね、大変なこの,この本当にタイミングも難しいですし、何よりもですねその情報が届いているかどうかということがね、課題でもあると思います。今回いいただいただ報告の中では 避難所に避難された方が数人ということでね、これもちょっといろいろ検討もね検証もしていただけなきゃいけないと思いますけれども、時間もありませんので、ちょっと若干ね、この現場の、例えば北区のですね、私ども、兵頭議員の方からね、情報提供ありました、この避難情報、避難所の解説の情報が NHK のこのね、画面に。 オビッチですかねそういういとこ,ろに出てますこれがです、ね、3日の10時時点ということで、4日の夜までね、1箇所出っ放しあったということでね、これもちょっと1回確認しておいていただきたいと思いますね、あのまあ、そういうこともありました、それから左京区の国本議員の方からはね、これは3日、まあ、被害状況を見るということで、ずっとこう地域を回られたようですけれども、 えー、この太田川という川が、ね、あるということで、まあ、そこを中心にもう広範囲に冠水をしたということでありますしかしここは随分、えー、前にこの一条公園のところにね貯水タンクを設けられたとでこれができてからこれまでこうそれ以降いわゆる冠水とかそなかったとしかし今回、まあ、そういうことになったということでね、まあ、これはこの原因なんかも、まあ、関係局としっかり連携して でこれまたちょっとこの梅雨はね、こまさにこの梅雨前線がまた来ますのでね、これしっかりちょっとあのその辺の今後のこともありますので、しっかり対応していただきたいと思います、ちょっとその一点だけお答えいただいて。秋山部長 はい、あの先ほどの NHK のやつが出っ放しでにつきましては、システム上、われわれはしっかりそこのところを対応しているつもりですので、少し原因についてはあの確認したいと思います。えー、っとそれからえっとその他の被害のことにつきましても、まだあの前線が停滞しているところもございますので、そこにつきましては、できるだけ早く緊急対応し、しっかりと安全確保を守、市民の安全確保を守っていきたいというふうに考えております、はい、この件に関連して、他にございませんか。はい、加藤委員 えーと私からもですね改めてあの熱海市であの大変な災害が発生をしまして亡くなられたあの皆さん方に心からご冥福を申し上げるとともに被災しておられる皆さんにお見舞いを申し上げたいと思いますあの一昨日の大雨の影響につ関わって2点伺いたいと思います1つは今もありましたあの第2太田川ですねあの 2004年の8月の集中豪雨であの浸水被害が発生をしましてその後一条寺公園からの流出を抑制する貯留施設が設置をされましたまあ当時あの9カ所の浸水区域に対して1カ所の効果がこの貯留施設によってあるっていうふうにあの上下水道局から聞いておりまして私は2007年の代表質問で まあその今後も河川および下水道事業があの連携を図って浸水被害の軽減に取り組むという答弁をですね当時の建設局長から得ております、まあ、あの今回はですねあの流木が私も現地行きましたけれどもあの流出口すごく狭いんですね <laughs> そこに挟まってですねあのせき止めるような形になりましてそういう影響がかなりあるのかなというふうに思うんですけれども。 あのそういうこの流出口の狭い状況の改善であるとかです、ね、あの他にも鳥類、まあ、施設が設置された以降の,あの状況などをです、ね、十分あの検証して2007年時点でもおっしゃっておられるような浸水地域全体を視野に入れた対策をです、ね、関係局と。あの まあえー、検討して講じていただきたいなというふうに思います、まあ、これあの、貯留施設ができるまではですね3年に1回ぐらいはあの浸水が起きるというような地域でして、あのできてからはちょっと軽減されてるのかなというふうに思っておりましたので、まあ、あの同じことがです、ね、起きるようなことがないように、対応型あの、求めたいと思いますが、いかがでしょうか。秋山部長 はいあの第二太川のですね、えー、その貯水池がですね一丁寺公園の下に、えー、これ平成二十六年度に関係、えー 設けられているということでございます。で、今あのその中で今回のお災害の中で私もあの確認いたしておりますけれども、えほとんど流木でですね閉塞されてしまいまして、えそれで一水が起こったということで、え灌水が起こっておるということで、え広く感染が起こったということでございます。これにつきましてはあの今そういう状況があったばかりですけれども、とりあえずえ次の雨もございますので、えこれは土曜日の19時までにですねえ流木については全て 撤去させていただいて、その上で道路についても清掃の方もさせていただきたといこところでございます。で、この原因について、その流木がそこに上がってきて閉塞するということになりますと、まあ、貯水池の機能も落ちますので、まあ、そういうふうなことも含めて原因を究明した上でですね、それ対策を講じられるように関係局の方とですね調整してまいりたいというふうに考えております。阿藤委員、あのまあ、雨もまだ続くっていうことでしたので。 あの流木取り除いていただきたいということで対応型土木事務所があの迅速に対処いただいたことはとても感謝してるんですけれどもあのそこのえーえー池のところがですねもう相当砂が溜まっておりますし今も述べましたとり流出口がそもそも狭いっていう課題があるというふうにも思っておりますのでぜひあの安全が確保される状況まで えー、協議とと、えー、対応の検討を求めておきたいと思い思ますもう1点はですねあの下鴨大津線がフォードで通行止めになった件に関わってですこれもあの北白川の琵琶の町やあの地蔵谷町滋賀県の県境の方々にお話も聞いてきまして、まあ、大変な砂でたいあの状況としては厳しい中にあったんですけれどもあの えー、白川ですね、この下も大津線沿いに流れている川ですね、本線のところが、あの増水の状況がですね前の大雨の時よりもあの早く進んだっていうことで、とっても心配しておられるんですね、で実際にですね、あのこの下鴨大津線の沿線で、あの白川が何箇所も川のカーブのところから、あの川の水がオーバーフローするっていうような状況もありまして。 あの今の花岩あ岩、あの変異体は花こう岩になりますので、そこが崩れてです、ね、砂が大量に流されている状況になっています。で聞きますと、この,あの白河は、ですね県境から、滋賀県境からあの地蔵谷町、琵琶町、渋瀬町までのですね、えー、沿線、この白河の砂、10年以上上げておられないというふうにあのお聞きをしておりますし。 あの地蔵谷の,あの不動院の奥にです、ね、砂防ダムがあのあ20年以上前になると思うんですけど大水であの設置された経過があるんですけどもこの砂防ダムも埋まってるんじゃないかということで大変あのご心配しておられますぜひこういうことも確認をいただきたいし、えー、他にも琵琶、ね、町のところに鎮し地がありますけれどもこれも見てきましたけれども相当砂が溜まっております。 山のあの崩れたあの砂が流域で、えー、沈積するっていうことになっていますので。こういうことも含めてですね、まあ京都府とか、あの関係局とですね、あの連携して。あのできるだけ早い対応を、あのお願いしたいというふうに思います。下鴨大津線に関連しては、この砂を上げていただきたいっていうことが一つと。もう一つはですね、あの比叡山に向かって。 まあ開発なのかまあ、緑地が減少している箇所があるっいうのは、ずいぶん前から住民の方から聞いておりまして、今回の大雨でそこからかなりの土砂が出たというふうにあの聞いています。私も見てきました。けれども、その谷筋のところからえー、まあ開発かなと思われるようなところをちょうどこのアスファルトの？ えー、下鴨大津線沿いであの砂がこう跡が残るわけですねでここから砂があの流れてきたんだなってこともあの目で見てわかるわけでありまして実はあの開発指導課に何度もあの調査を依頼してるんです崩れてませんか山がっていう話はあの住民さんもされておりますしかしですねそう大きく山の形状は変わってないっていうようなことを言っておられましてあの何かあってからでは遅いというふうに 私自身、思っておりますので、この開発問題などもですね連携して対応を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。秋山担当部長はいあのまずですね、えっと、今おっ,しゃっ いたただきましたあの砂白川の砂の話でございますけれども、あのここを管理については、ちょっと京都市が実質的に管理しているところも、ですね陳謝地の辺りとかございますので、でそれにあたりにつきましては、あの一部砂を上げておるところもございますけれども、その全体としてどうなっているかについては、ですね、えー、そこについては、あの管理者にお聞きをしながらあー、どういう対応を求めていくのか、どういう方を我々できるのかということについては、あちょっと調整させていただきたいと思っております。であのののつ目のそのお えと開発の関係なんですけれども、ここにつきましては、ちょっとわれわれもその実際、今、この委員長として申し訳ございませんが、状況を把握しておりませんので、開発評価にいろいろとお話しいただいていることがございますので、そこについても状況を確認させていただきたいと思います。以上ですえこの件にに関連して他にじゃあサプライズ さんからどうぞ私から一1点だけ、えー、避難所の状況について改めて確認をさせていただきます。 えっと、作曲内では、えー、避難指示、それから先の高齢者の避難等で、まあ、あの夜中にです、ねえー、と携帯がかなり,あのな,りなり倒しまして非常にあの厳しい状況であるなというふうに私も感じましたので翌朝そこそこの7時ぐらいです,ですかねぐらいから えー、作業区内で、えー、避難所開設をされているところ約8カ所八か所かな八か所お伺いをさせていただきましたでそうしますと今回なんですけれどもあの従来あの避難所でいうとこう地域の方がいわゆる警報とか、えー、土砂災害情報とかですねそういうことが発令をされている間長時間にあたって 待機をされているという状況があってまあ非常にあの地域の自主防災会の役員さん等についてあのご負担が大きいというような話をずっと聞いていたんですけれども今回あの回らせていただきますと,えっと割と早い段階なんですけれども一旦地域の方はあのお帰りになられて自宅待機とであとは確かに十日所回らせていただいたうちの4箇所ぐらいがそういう状況で。 あとは京都市の職員さんが一旦そこに残られてでえっと何かあればそかからまたあの何かあれば地域の方にご連絡されるというような状況やけれどもおそらくこう雨もだんだんと悔やみになっていって何もないんでこのまま私だけが待機してるんですというようなあの状況だったんですが今回、この避難所の解説それからえっと 地域の皆様方が一旦自宅にお帰りくださいで職員さんがその後、待機をされているというところであの避難所に対して何か今回の,そのこの災害に対する京都市からの指示というのはどういう内容だったんでしょうか。秋山担当部長 はいあの避難所におきまして、ですね避難所におけるその地域の方々の、ですね自主防災課の方々のですね対応について、今回の災害の中で、何か我々が変更してほしいということを直接、区の方に申し上げたことはございません、それはあの状況を見て、区の対策本部の方がですね判断された、やられたことだというふうに考えております。桜井 わかりました。あの何がいいというかって言ったら、もうできる限りあの地域の方のご負担を軽減してほしい。これがあの一番申し上げたいことであります。今後ともその点について十分あの担当局としてご配慮賜りたいと思います。以上です終わります。はい、続いて岩佐委員のど,どうぞ。岩佐委員。すみません。私の方からもあのもう。 一点だけなんですがあのまあ今回あのまあ幸いにしてと言いますかですねこの大雨であの通常一六にがあのよくあの崖崩れ報道を起こすんですがまあ今回は幸いに良かったんですでまたあのただやはりあの鳴滝とかですね、えー、ちょっとまた私も電話いただいてまして明日またちょっと見に行こうという,ふうに思ってるんですがあのどうもこの 熱海のですね、えー。状況と似たようなあの雰囲気であると、やはりそのまあ、上の方で少し開発されたのかな？というようなこともあのありますので、まあ、それはそれで、まだあの拝見させていただいた後で、あの当局と相談をさせてもらえればというふうに思ってます。で、今日はあの申し上げたいのは、あのあのちょうどあの天神川のあの太子道橋の北側があの管理通路ですけども。 あの崩落をいたしました、本当に私ども、本近所でございまして、ですねあのすぐにあの見に行ってはいたわけです。で、そこがですね、以前もあの少し雨がきつかったときに、北川がやっぱり落ちたんですね、だからそこ落ちるんですよ、なぜかしら。で、ちょっとやっぱり心配なので、のその辺のところの状況確認をですね現場でしようと思ってたんですが、 あたまたま今日は委員会でもありますので、えー、あの秋山部長ね、ね土木にもいてくださったので、よく分かっていらっしゃると思うんですけど、ちょっとこの点だけ、もう一回確認しておきたいと思うんです。秋山担当部長 はいあの今先生そうおっしゃったところにつきましては、えっと、延長4メートル、幅1メートルでですね陥没をしておるということです、これ、あの原因としてはですねあの横の護岸のところの積んである、余引のところですね、石積みのところですけれども、そこはちょっと吸い出しがあったんではないかというふうに、あの推察です、これまた、あの原因は今から究明していかなりませんけれども、ということで、これ、管理者の京都土木の方ともですねちょっと話をさせていただいているところでございます。であのここの,この管理用通路については 同じような五環の構造が続いておりますので、まあ、そこについてもですね、あの有からだけじゃなくて下から抜ける場合もしてございますのでえ、そこについてはまたあのえ管理者の方とですね、そういうことも含めて、えー、安全にですね、えー、なるような形での方向についてですね、えー、方法についてですね、あのそこについても少しあの調整の方はできたらと思っております。ちょっと今からちょっ話になりますので、あの今分かっているのはその程度でございます。委員。 あのありがとうございます。えー、っと本当にこのその少し北側もそうでしたし、であの本当にこの管理通路なんですが非常に綺麗にしていただいてまして。 どっちかというと、我々的には遊歩道的な、またあのスーパーもそ,もそこから行けるもんですから、たくさんの方があのお通りになられます、幸いにして前回もなかったですし、人的な被害は今回もなかったので良かったんですが、構造的にはまた、またあそこっていう形であの伺っておりますのですいません、京都府とよろしくお願いしたいと思います以上でございます。 宇佐美委員、どうぞ。宇佐美委員。あ、すみません。よろしくお願いします。まあ、あの、簡単になんですけど。あの、まあ、今回私もちょっと、あの、夜回らせてもらってて。あの、やっぱ、ちょっと、今回、雨がひどかったというか、流れてくるものの量が。いつもより、多いなと、正直感じました。で、あの。 山中公園のところの崩落もそうですけれども白川通りもずっと冠水しててでなんで冠水してるのかっていったら全部流れてきたやつが詰まってしまって排水できへんようになっているとで一条寺からずっと南1車線ぐらいずっと冠水した状態になってて、まあ、土木事務所もすぐ来てやっていただいたんですけれどもあの他の地域でも、まあ、私の例えば地元の松ヶ崎でも山からダーッと土砂が流れてくるとで、えー、用水路 で使われてる、えー、細い水路の方がもういっぱいになって、えー、道の方に流れてくると。でたその時に私あのなんで今日質問しようかなと思ったのはその。 結構、ね、石ゴロゴロっとした石が流れてくるいつもよりやっぱ強い感じだったんですよね。私も何回も見てってもふだたは砂みたいな土みたいなのが流れてくるのがやっぱ石みたいなのがどんどん流れてくるそうしたら詰まるということになってくるんだと思うんです。であの私の今日の質問の趣旨はね何かって言ったら左京区北部ってですねあのえ京都市の南の方と違って薄い排水ってほとんど用水路で持ってるんですよね。 で私、以前から、あのーまあ、雨に強いまちづくりの話であの河川の改修ってずっとやって,いてきていただいていると思うんですけれども実はそのいわゆるこう河川と違って、まあ、これ山間の方になると思うんですけど農業用水ですで使われている水路が実際の,その薄い排水路になっていると。で どどんんん宅地化が進んできてるで正直管理されてる方もやっぱり農家さんがだいぶ少なくなってきてるから管理される方もこう少なくなってきてるとでそんな中でじゃあ誰がどうやってその計画を見て適切に管理していくのかこういう被害非常時にどうやってその対処していくのかって考えると結構これ責任も含めてあの大きな課題やなとちょっと思って。 出ますというのはやっぱりそういう水路がボーンと詰まりました溢れました浸水被害が出ましたじゃあ誰の責任なんですかって考えた時にそのやっぱりそのそこについてはね今まではそこまでいかなかったとしてもちょっと今回の見てると今後そういったあの小水路からあの小規模な用水路からのその、えー、浸水、えー、詰まりっていうことはこれ 検討していかかななあかん分野だろうとですのでそういったその今までからさらにそのえ進んだ形で特にそういったあの用水路で排水を薄い排水を持っている地域に関してはあの十分な検討をえとあとえ責任管理体制ですねそこの整理もしていただきたいなというふうに思うんですけれどもちょっと総論的な話になって。 いや恐縮なんですけれども、その辺いかがでしょうか。秋山担当部長 はいあの農業水路のですねいわゆる離水からその治水の方に機能が変わっていっているというふうな場所についての管理のご質問だという,うに思います。あのこれにつきましてはあの以前からあのやはりあのそういうふうな課題認識をあの雨,雨が強いまちづくりの中でも持っておりましてここについてはあの産業観光局の方ほう、ねえっとそれから建設局、まあ、土木事務所になりますけれどもの方でそのそういう治水の方に治水の方で見るべき農業水路 いいうことについて引き継ぎをで、すすね、えー、随時やってきてきいるとこはございますで、まあ、それについても、あのーまあ、あのかなりの慎重化しておるんですけれども、まだ一部できていないところがあ,のある、嫌に思っておりますけれども、まあ、そういうことについても、やはりあの市民の方のですねあの安全がまあ第一でございますので、えー、今おっしゃったようなあ観点からも、です、ね、ここについてはあ関係部局ともですね少し話をさせていただいて、えー、取り組みの方をですね進めていくということが大事かなと思っております以上です。 ありがとうございますもう、まあ、これなんかなんか難しい話だなとは思いつつもやっぱりやっていかなあかんことだろうと思うんですというのはやっぱり左京湖北部になってくるとどん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 宅地化が進んでいくであのいろんな幹線も整備していただいているわけだけれどもやっぱり最終的に雨の持っているのは用水路っていうことが雨のその負担を受け入れているのが用水路っていうことがやっぱりあるんですよねで用水路自体はもうそんな もう数十年あの断面積は変わってなくて周りはま今まで雨を受け止めてた田んぼがどんどん宅地化されてで結局負荷がかかっても吐ききれないっていう状況やっぱ今後進んでくると思うしあの今回みたいな今まで以上にそういう流れ出しがあるなと感じる中でそこについてはやっぱり、えー、のしっかり、えー、検討をしていただきたいなと。 いうふうに思いますんでまあ,あのまた今後の検討の中でぜひともよろしくお願いしたいなというふうに思いますえそれともう一つもう一つだけあのもうせっかくなんであれなんですけど今回あの緊急えすいませんえ避難のあれ出てる時にですねあの避難所の場所が一部ちょっとあの間違ってるところがあってすぐ地元の方がご連絡して あの修正をいただいたというところもありますし、のその辺については、しっかりとちょっと、また見直しというか、点検もあのしていただきたいなというふうに思いますけれども、その辺いかがですか。秋山担当部長 はい、あのあちょっとまず、あの農業水路の先ほどの話のちょっとそういう取付け加えさせていただきます。あの話の中では、あのこの案件につきましては、かなりの進捗と申しました。けれども、まあ、一定あの進,進捗が図れた部類に入っておるんですけれども、もえおっしゃったような。まだ問題点がたくさんあるかと思いますので、まあ、そういう点についてえー、まあ、管理部局の方とも先生のご指摘、ご指摘をですね。えー、伝えて。 え、行きたいというに考えておりますそれと今先生おっしゃいましたように。あの実はあの松,松ヶ崎のところのが学区のですね。中で避難所の間違ったところをですね、えー。出してしまったということはございます。これはあの3時40分にあの1回目を発出して、それから14分後に修正の方を出させていただいたんですけれども、やはりあの市民の方の命を守るですねこう避難の行動という中にあっては？ あ、本どあってはならない、あのことだと思っておりますので、え、チェコ方も含めて、検討し直していきたいと思っております。以上でございます。よろしいですか。この件に関連して、他にございませんか。えー、なければ、えー、昼、まあ、十二時売ってますので。行財政局の一般質問の途中ですけれども、午後一時まで、休憩いたします。